今回は鶴見駅周辺のスシロー、あとは老舗の町中華ですね、そしてラーメン屋さんを紹介します。まずはスシローからですね。こちらオープンしてもう2年ぐらい経つんですかね、まあ結構新しいですよね。商業ビルの4階かなにできてます。例のねバカッターちゃんたちのおかげでね、こう例にはお寿司は流れてないですね。頼んだもんしか流れてこない感じで、久しぶりに来たんですけどすごい寂しい感じでしたね。この日はね多分初めてじゃないかな、ノンアルでお寿司食べたんですけど、お茶でね、うん、なかなか貴重な体験でした。スシローとかあんまり来ないんですけど安いですよね、うん、本当に安くていいなと思って、カジュアルなお寿司もなかなかいいなと思いました。なんかねこのウニね、なんか写真と全然違ったんですよね。まあしょうがないかと思って、なんだこれって思ったんですけど、お茶めっちゃうまかったです。そしてこちらが知って駅からちょっと歩いたところにある井上さんですね。ここ煮干しめっちゃ美味しい店で、ちょっと前までは本当に行列の絶えないお店でなかなか入るの大変だったんですけど、まあ店主の変わった感じとか変なルールとか結構あって、少しお客さん離れたんですかね、一時期いつでも入れるような感じになってて、そら随分店主の方すごいマイルドな感じに変わってって、接客とかも変なルールもなくなってすごいいい感じになりましたよね。今相変わらずラーメン美味しいし接客もいいですしね、すごい今もう全然おすすめの店だと思います。で今となっては結構替え玉が味付いてるって当たり前ですけど、ここ結構走りじゃないですかね。もう井上は替え玉を頼んでからが本番だって言われてるぐらいの、こうなかなか珍しかったですよね当時はね。この僕赤ラーメンがねめちゃくちゃ好きなんですよ。煮干しのもうニボニボ感とこの何ていうんですかね、切れる辛さっていうんですか、でただ辛いだけじゃなくてうまみもあって、でパツパツの麺とねめっちゃ合うんですよ。昔はねなんかねメンマがなくなってたり水菜になったりとかいろいろ紆余曲折を経て今結構いい感じだと思います。そして鶴見といったら麺屋沼田ですよね。ここ本当美味しいです。こちら味噌ラーメンですね。で味噌ラーメン今モデルチェンジしちゃって、なんですかね、もっと濃い感じになってるんですけど、モデルチェンジ前の味噌ラーメンですね。これはこれでもうめちゃくちゃ美味しいです。トマトとか入ってね、僕いつも味噌ラーメンにプラス辛みの辛くするっていう券を買って辛くしてもらってるんですけど、ほんと美味しいですよね。麺屋沼田さんは本当にね隙がないですよ。まあもちもち麺とね、この全てにおいてうまみのあるスープ、ほんとに美味しいですよ。鶴見在住の方はぜひ行ってください。ほんとに美味しいんで何食べてもいいですと思います。僕的おすすめはこの味噌、今モデルチェンジしてますけど味噌と塩で、酒飲むんだったら濃厚汁なし担々麺ですね。こちらもう老舗中の老舗ですね、鶴見の満州園、こう餃子が有名でね美味しいんですよね。ほぼほぼ従業員の方中国人なんですかね、たまにだから うまく意思疎通はできない時とかもあるんですけど、まあ、まあまあそこら辺はなんとかなると思うんでもうね、そこそこいい値段はしますけど、まあ、どれも美味しいと思います。店内広いんでね、家族とかで行っても、座れる率とかゆったりできるんでいいですよね。こちら札幌スパイシーラーメン森内さんですね。こちらもできて2年ぐらい経つんですかね。ここ実は僕がずっと昔修行してた店の跡地でできたんですよね。まあなんて言ったらいいですかね、カレーラーメンチックですね。スパイシーさもあるんですけど、まあカレーっぽい味のラーメンですね。結構美味しいですね、もちもちした麺と、ね、なんかチャーシューはちょっと僕の好きなタイプじゃなかったですけど美味しいです。ここ他にもいろいろ食べてみようかなと思いつつ、なかなか足が運べてないんでまた行ってみたいと思います。こちら幸い屋さんですね。僕的に言ったら鶴見の家系だったらこちらが一番美味しいんじゃないですかね。ちょっとチーユがねちょっと厚みのある感じのチーユがブワって入ってて、スミレチックな感じで入ってますよね。
で、まあ濃厚ではないんですけど、どっちかというとマイルドいい駅ですね。トンパタテとか、カッパとか、そこら辺に近い感じの家系だと思います。もうとってもねマイルドで美味しいんでね、よく行ったら行ってみてください。そして僕のもうめちゃ推しの服屋さんですね。ここカレーが宇宙一美味しいところで、もうここカレーライスとワンタン麺がめちゃくちゃ美味しいんですよ。この日はなんかワンタン売り切れとか言って、でまあカレーライスとラーメンのセット、これで900円ぐらいなんですよね。めちゃくちゃとにかくカレーは美味しいし、ラーメンはねまあそんなでもないんですけど、スープはめちゃ美味しいんでね、麺がねちょっとなんかいまいちなんですよね。でも美味しいんでね、これぜひ食べてみてください。ワンタンがあったらもうワンタンマスです。ワンタンはもうここら辺じゃもう飛び抜けてうまいです。ここもうカレーは言うことないんで、ここはもう絶対おすすめですね。今回は鶴見第3弾お届けさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。